深川舞は日本のタレント、女優、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバーである。静岡県岩田市出身、テンカラット所属。身長162センチメートル。血液型は O 型。愛称はマイマイ。小学生時代、モーニング娘。が好きで、高市のシール集めをしていたが、ミニモニ。 に入りたいと思うことはあっても、将来の夢は、イラストレーター、和菓子職人だった。しかし、中学生時代、美術部に所属し、ファッション雑誌を読み始めたのを契機に、芸能関係の仕事に興味を持ち始める。その後、芸術家の高等学校へ進学し、油絵や日本画を学びながら、デザインを専攻。高校1年生の時、芸能界へ憧れ。 歌やダンスが好きだったことから、静岡県浜松市のダンススクール、ヒーローズアカデミーに入学する。高等学校を卒業後、芸能界を目指して上京する前に手に職をつけた方が良いと考え、愛知県名古屋市にある2年生の服飾専門学校へ進学。2010年8月、ローリーズファームが主催する、可愛いいエキスポ2010のモデルオーディションでグランプリを受賞し、 専属モデルとなる。専門学校を卒業後、後悔するよりも挑戦した方が納得できると考え、両親に相談した結果、母親から期限を決めて頑張りなさい。一年やってみてダメだったら帰ってきなさい。ただし、お金は自分で貯めなさい。引き際も自分で決めておきなさいと言われ、自分で生活費を稼ぐ条件のもと芸能界を目指すことが認められた。 2年間暮らしていた愛知県名古屋市から東京都へ移り住み、上京後はアルバイトをこなしながら女優やモデルのオーディションを受験した。2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディションでは愛子のキスハグを歌った。合格後、乃木坂46のレッスンは土日のみでアルバイトも禁止されていたことから金銭的余裕がなかった。 同年11月14日、乃木坂46公式ブログを開始。2012年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンのカップリング曲、左胸の勇気、失いたくないからで CD デビュー。デビューシングルでは選抜メンバーに選ばれなかったことから、乃木坂46のセカンドシングル、おいで。 シャンプーのカップリング曲、狼に口笛をで気持ちを切り替えて挑み、乃木坂46のサードシングル、走れ、バイシクルで初の選抜メンバーに選出される。同年7月2日、北空地農業共同組合の深川米と同音という縁から企画された深川米プロジェクトにより、深川市で乃木坂46のサードシングル、走れ、バイシクルの プロモーションビデオが撮影された。プロモーションビデオは、乃木坂46のサードシングル、走れ、バイシクルの特典映像の個人 PV に、JA 北空地、深川舞、深川市というクレジット付けで収録。この、深川舞、プロジェクトは、同 JA の職員が、深川舞について調べる目的で、深川舞とインターネット検索して、深川舞を知り、 それを同 JA の米国部長が依頼したことで実現した。2014年5月12日、乃木坂46のナインスシングル、夏のフリーイージーで初の副人を務めることが発表された。同年6月、16人のプリンシパルトロワで主要重役を制覇。同年10月13日、AC ミランチャンネルミラノミランでナレーターとして、 初の単独レギュラー出演を開始。サッカーが盛んな静岡県岩田市出身であることが起用の理由となった。2015年8月31日、乃木坂46の 13th シングル、今、話したい誰かがいるで、初のフロントポジションを務めることが発表された。同年12月31日、第66回 NHK 紅白歌合戦に出場し、 乃木坂46の君の名は希望を歌った。2016年1月5日、雑誌ダヴィンチのウェブサイトで公開された高山和美の短編小説キャリーオーバーの差し絵を担当。同年1月7日、乃木坂46のフォーティーンスシングルハルジオンが咲く頃をもってグループを卒業することを発表した。卒業は2015年2月22日の 乃木坂46サードーバースデーライブから考え始め、乃木坂46の 13th シングル、今、話したい誰かがいるの制作終了後、スタッフに意思を伝え、決定した。第66回 NHK 紅白歌合戦に出場できたからやめたのではない。乃木坂46は、恵まれた環境で不満もなく、深川にとって、 学生生活と同じ第二の青春だったが、これから過ぎ去っていく時間をどのように使うべきかを考えた際、乃木坂46以外の活動へ、費やすべきだという見解に至った。同年2月1日、乃木坂46の 14th シングル、ハルジオンが咲く頃で、初のセンターを務めることが発表された。同年3月23日、乃木坂クスのィーンスシングル、 ハルジオンが咲く頃の収録曲、強がるつぼみで初のソロ曲を務める。同年6月4日、乃木坂46として最後の握手会を終え、同握手会で桜井玲子から卒業証書が授与された。同年6月9日、初のソロ写真集、ずっと、そばにいたいを発売。写真集は週間推定売り上げ28,948部を記録し、 2016年6月20日付のオリコン週間ランキングのブック部門で2位、写真集部門で1位を獲得した。同年6月16日、静岡県のエコパーアリーナで開催されたコンサートをもって、乃木坂46を卒業した。同年7月1日、前月17日の更新が最後となり、乃木坂46公式ブログが閉鎖された。同年7月27日、 特典映像、ハルジオンが最た夜、深川舞卒業コンサートバックステージを収録した、乃木坂46の15スシングル、裸足でサマーが発売された。同年9月、芸能事務所テンカラットへ移籍し、女優として活動開始。同年11月21日、ビッグコミックスピリッツで女優として初の表紙、関東グラビアを務める。2017年、 スキップで舞台初主演。2018年、バンとバスと二度目の初恋で映画初出演にして初主演。同作での演技が評価され、第10回玉映画賞の最優秀新進女優賞を受賞。2018年度後期の満腹で NHK 連続テレビ小説初出演。2019年、日本ボロ宿気構で地上波連続ドラマ初主演。 2021年1月29日公開の映画、思い出打つ島で主演。同年の、青天をつけで NHK 大河ドラマ初出演。同年8月23日、新型コロナウイルスに感染したことを所属事務所が発表。9月3日、療養期間が終了したことを報告した。愛称は、マイマイ、聖母。マイマイの愛称は、 乃木坂46のオーディション時に仲良くなった白石舞が譲ってくれてつけた。聖母の愛称は乃木坂46の川和と春菜がつけた。深川舞の舞という名は両親が考え祖父が漢字を決めた。キャッチコピーは舞舞毎,毎日マイペース。兄が一人いる。将来の目標は時代劇、ファッション、動物関係の仕事に挑戦すること。 やりたいドラマは、和し詞や、和歌職人、バレーボールなどのドラマ。靴のサイズは24センチメートルから24.5センチメートル。好きな食べ物はオムライス。オムライスは、チキンライスとケチャップの組み合わせが一番好き。深川前が考案したオムライス選手の包み玉子は、オムライスをこよなく愛するヒーローで、のぎビンゴ四の BDDVD の商品として、フィギュア化されている。 好きな言葉は、ウィリアム・シェイクスピアの、世の中には、幸も不幸もない。ただ考え方で、どうにでもなる。好きな映画は、耳を澄ませば、バーレスク、アヒルとカモのコインロッカー、トイストーリー、レミゼラブル。レミゼラブルで好きな人物は、ジャンバルジャン、コゼット、ファンティーヌ、エポニーヌ、ガブローシュ。好きな海外ドラマは、クリー、クリー。好きな音楽は、 ミスターチルドレン、旗本広美和キマスイッチチャットモンチーバックナンバーアイコナオトインティライミラブサイケデリコウルフルズエメゴーゴー7188。好きな絵画は、クロードモネサルバドールダリ。好きな本は、夜は短し歩けようとめ。好きな漫画は、三月のライオン、ワンピース、坂本ですが ワンピースで好きなキャラクターは麦わら海賊団、シャンクス、ビビ、ハンコック、レイリー。少女漫画は、乃木坂46メンバー内で少女漫画ブームが起こっていた時にみんなで貸し借りして読んだが、普段はあまり読まない。ちゃんと読んだことのある少女漫画は、ラブコン、ハチミツとクローバー、サクララン高校ホスト部。好きな漫画家は羽根、運の地下。匂いフェッチで、 特にお花系、柑橘系、新しく買った本、フローラル系、ラベンダー、柔軟剤、石鹸のような匂いを好む。苦手なものは絶叫系アトラクション、飛行機の離陸。ただし、着陸は平気。死の直前であれば、スカイダイビングできる自信はある。お気に入りのファッションアイテムはメガネ、スニーカー。趣味は、健康、食べること。健康オタクで。 青汁牛乳、途中茶、静岡県の日本茶を飲む。好きな飲み物はお茶、果汁100%のジュース、茶色手ココア。特技は10秒で、似顔絵を描くこと、手を床につけたまま一回転できること、マリオカートのヨッシーのモノマネ。モノマネは、サザエさんの中島博史、キテレツ大百科の、初めての中の歌、星野美奈美、松村さゆり、山和里奈の自己紹介。 橋本奈々美の仕草のモノマネもできる。その他、習い事として、新体操、水泳、絵画教室の経験がある。得意科目は、国語、美術、音楽、社会、家庭、体育。保有資格は、語位、読解力検定順2級、色彩能力検定、ファッションビジネス能力検定。二千十七年に普通自動車運転免許を取得した、ことを、 2018年12月発行のハイウェイウォーカー2019年1月号の記事の中で語っている。乃木坂46の検定八福人、乃木岩のギター、アンアン美脚選抜、メガネ選抜。卒業時、乃木坂46の最年長メンバーだった。握手会では乃木坂46でトップ5に入るほどの人気。ブランコと呼ばれる握手スタイルを持ち、 握手会には中学生から50代までの層が訪れる。握手会でファンから愛称の聖母をネタにアーメンって言ってくださいと求められることがある。755のアカウントは開設していない。乃木坂46で好きな曲は13日の金曜日。注目しているメンバーは伊藤カ林。乃木坂46眉坂46。 乃木坂 AKB 乃木坂46ありがとうございます。